はい、静岡県富士宮市の高橋メイクペイント代表の高橋です。おはようございます。今日はね、ガルバ合板でできた屋根の塗装に行ってきます。もうね、錆止めまで終わってますので、今日は中塗りっていう形で行ってきたいと思います。それではその様子をご覧ください。まだ朝早いから、やっぱこの時期だと結構濡れてるね。はい、今まだね、今もう8時半から9時になりますけどね、やっぱ梅雨でこんな感じで濡れてますね。まだね、これ3代目が錆止め入れてくれました。これね、これ錆止めのね、1液ハイポンデクロのね、日本ペイントのこれ今赤錆をね塗った状態です。これね、富士宮なんでね、ね、富士山が、ナックルグレー、日本ペイントシリコンルーフ2。はい、ツイストの、大塚さんのツイストローラー、ミニローラーと、6インチ。はい、そして、影武者ね、これ私の愛用です。よし、じゃあ行こう。ヘルメット。よし。俺どこやるか。そっち。そっち？うん。乾いてねえのか、まだ。影になってる部分だけ乾いてる。マジか。はい、これがカラーベストの上に、十何年か前にガルバニウム合板で、こういった瓦にね似たようにガルバ合板でね、こんな感じで胸をつけて、本当にね見る感じ瓦見たくなってますけど、これガルバ合板でねできてますね、鉄です。なので十何年前にどこの業者がやったか分かりませんが、かなり丁寧にこういった瓦みたくカバーで、ね、こんな感じで屋根を、やったね、塗り替えをやってるんですけど、こういった、瓦状になってますので、こういうね、瓦の一枚一枚のこういったところがかなり細かくね、こういったハケでこんな感じで、ね、こう丁寧にハケでね入れてきます。こんな感じでね、はい、まあ吹き付けでやってもいいんですけど、周りにね車があったりしますので、全部ね手塗りでハケとローラーを使ってね、こんな感じでやってきます。こういったハケで入れた後、今度はねローラーで、これはミニローラーですけど、こういったのでね、こうやって入れてきます。あとは6インチのローラーもね使って、こうこんな感じ、もう一気にこんな感じで塗っていきます。
暑い。やっぱね、朝寒いですけど、やっぱね、屋根の上、天気がいいとね、暑いですね。結構暑い。もう今午後で西日をね受けてやってますけど、まあ、中塗りってことで、はい、今もうね、夕方ももう3時過ぎるとね、ちょっと風が冷たくなってくるので、塗っても4時まで、はい、こんな感じで今日は中塗りって形でやってきました。まだね、この冬はね、朝ちょっと早い時間だと梅雨が出ます。なのでまあ8時9時に行ってもまだ濡れてますのでね、屋根の塗装はね、この冬の季節はね、ちょっと朝早い時間は危ないのでね、そうだな、まあ午後からっていう形にね、どうしてもなってしまうので能率がね、少し悪くなりますけどね、しっかり安全対策をしてね、あんまり無理をしないように気をつけてね、作業してください。はい、そういうことで今日はね、中塗りっていう形で作業してきました。中塗りっていうのはね、下塗りのね、錆止めを塗りまして、で、上塗りをね、2回塗るっていうことです。なので、ね、言い方を変えれば上塗りの1回目を中塗りっていうね、言い方をしています。はい、こんな形で今日はね、屋根の塗装を行ってきました。ではまた高橋ルメイクメント、よろしくお願いします。もしよかったら、ね、いいねとかね、押してくれてるとね、嬉しいです。はい、そしてね、チャンネル登録もね、よろしくお願いします。それでは。